全奪われしてる、もしかして。そんなの関係あるの？え、なんかこうやって見たらめっちゃ青くない？うん、青い。地毛と比べたら青い。なんか初期のさ、綾香と佐方もこんなやったよな。茶髪からさ、黒染めしたから、うん、逆に黒すぎてさ、うん、なんかもう油性のマッキーとかでさ、なぞったみたいな、もうなんか、まあ、炭かぶったみたいな色。昨日の猫プリンってウサギプリンじゃないの？猫だよね、あれ。ウサギじゃねえと思ったで。え、でもさ、ウサギプリンってさ、ハッシュタグやったらさ、3000件くらいしかなくてさ、猫プリンって言ったら何万みたいな。え、あれ猫だよ、絶対。でも、ウサギにしては耳短いなと思った。そう、あれ猫やねんね。ピンクやからウサギに見えちゃった。韓国では猫やねんね。いや、よい、強気。僕ら猫やねんね。強気に出た。ハッシュタグの数がそっちの方が多いから強気に出てる。そうそうそう。でもちょっと待って、ちょっといいですか、うん、いや、あの猫プリンを最初に、うん、あのこの8期生に輸入したのは弥生やと思うね。そうなの？知らん。美咲食べたことない。インスタで知った。弥生から聞いてないもん。違うの？だってマコにね、うん、これもういろんなとこ言ってるんだけどね、うん、もう弥生と一緒に行こう。弥生がね、マコにマコこれ好きそうみたいな、うん、だからそうそうそう、うん、このプルプルしてるこの顔、ま、この顔なんかマコ好きそうみたいな、うん、言ったら、え、可愛いみたいな、うん、一緒に行こうって。で、韓国しかなかったから、うん、うわ、でも韓国しかないわみたいな、うん、言ってたら、マコが心斎橋にあるでみたいな、めっちゃ身近にあるやん。心斎橋にあるでみたいな、あるな、韓国カフェな、行こうって言ってたら、なんか綾香と言ってんだよ、知らないうちに。何ですか、そのさ、約束知らんくって。で、なんかそう、綾香悪くないの。え、そう、もう100、もう0、100でマコが悪い。あ、マコ言われてるで。いや、なんか綾香は、なんかカフェ行こうみたいになって、どこがいいかなって探してて、その時心斎橋行ったので、そう、え、これなんかさ、調べたら一番上にその出てきて、心斎橋の、え、最近できたとかな。結構最近流行ってる、流行ってた、うんうん、1月ぐらいにそう流行ってて、で、あ、これ可愛いし近いからここ行こうやって言ったら、うんうん、え、いいよ、これ可愛いとか言って、なんか普通に行って、あ、で、あ、本当に韓国の方が経営してるんだみたいな感じで、そう、マジ多分韓国の方やった。これはね、 100% マコッチが悪いんですよ、ね、え、全然なんかマジ初見の反応だったよ、マコ。いや、もう意味わかんない。合わせてくれてたんかな。もうもうね、もうこっちは怒ってるんだ。こっちは怒ってますよ。怒ってますよ、本当に。ダメですよ、本当。りょんりょんさん、チキン南部さん、あ、チキン南部さん、これ何これ、あ、あったか配信、すごい、ありがとう。応援終わった手見たら控えてました、うん、見て、なんか字書いてる、すごい可愛いよな。これさ、パッと見さやかさ、もう本当に違う、悪くないんだよ、悪くないけど、うん、アホに見えてさ。アホに見えてさ、この、あ、確かに、なんていうの、あったか配信、あったか配信やった。そうだよ、ヤヨコは怒ってるんだよ。ヤヨコは怒ってる、ヤヨコは怒ってる、あんま怒ってるって使わない、怒ってるからね、本当に。面白、太蔵さん、レオさん、リナちゃん、いつきさん、ポニーさん、ヤング、ね、夜公演も行きます。さとくんさん、パイポイさん、フレンドちゃん、イロシさん、357050さん、ナオさん、まーちゃん、ごめんね、青森のおっちゃん、ヒロマツさん、ヨシモンさん、フレンドちゃん、ナオツさん、ノースフライトさん、ノースさん、小型クヤさん、タザセンベイさん、佐藤さん、ヤンクさん、ありがとうございます。ありがとう、昼公演ありがとうございます。なんで君着替えてないの？違う、私は一周着替えて、私と坂田は一周回って、早着替えした。そうですよ、もう私たち着替えてる。そう、弥生も着替えなの。弥生がこれで公園出たら、これを衣装ってことにできるよ。え、本当に、うん、じゃあこれでやりたい。これで一番踊りやすい、うん、確かに。誰よりも踊りやすい。え、今ね、え、写していい？全身めっちゃ変な格好してんの、あやかたち。普通さ、机のさ、後ろに座るじゃん。逆じゃない？絶対。なんでこのさ、伝説です。え、そう、なんでこの画角なんだろうね。なんか来た時にもう椅子がこう並べてあったから、もうこう座るしかないって思って。どうなってるか、さっきも紹介して、 おかしいから、机の前に座ってるの。そうなんですよ、謎、うん、逆だよね、絶対。なんかだって帰ってきたら椅子がこっちに。じゃあちょっと
あ、じゃあ弥生も、弥生も気になるから。え、そう、なんでな、こっちが、こっちも知りたい。なんでなんやろな、面接。え、手持ちない、え、みんなスマホ手持ちやね、めっちゃシュールやで。みんな勝手で持ってるの、めっちゃ頭いいじゃん。弥生がバカなだけだよ。めっちゃ頭いいじゃん。弥生がバカなだけだよ。みんなめっちゃすごいよ、ほんと誇りに思ってるよ、みんなのこと。なんかめっちゃ持ち上げるやん。そんなにスマホ立て立てで持ってるだけで誇りに思ってるよ。でも横の方がさ、漏れるくない、うん、確かに、こっちの方が漏れるけど、うん、でも見やすい、時間わかるしな。そう、それがね、一番でかい。Give me five は滑り込み、セーフにしてください。違うんです、あれね、私が衣装を全部着てないと思って、衣装さんが持ってきてくださって、私も焦って履いてたら始まっちゃって、パニエ履いてたんだけど、あやかこれ2枚履いてて、パニエ。で、Give me five の時は1枚だけなんだけど、パニエ着てるの。で、その1枚を置いといたの。置いとくように言われたから置いてたんだけど、多分1個だけ残ってるから、履いてないって思って、衣装さんがびっくりしちゃって持ってきてくださって、ね、うん、え、履いてないかもと思って、履いてたら始まって、そうで、やばいと思って、でもあの間に合ったからセーフにして、そんな事件が間に合ってたか。え、あのギリギリ、あのここ行った、そう、歌割りまでには間に合った。めっちゃ面白い。そうなんですよ、衣装さんがね、そう駆けつけてくださって。そう、なんで弥生の携帯明るくない？なんか確かに明るい。確かに、さっきもマックスにしてんねんけど。マックスだよ。マックスだよ。フィルター？フィルターかな。フィルターや。よく自分のショールーム漏れへんねんな。クリームです。なんか画質悪いねんな。私はクリームのフィルターを。クリームのフィルター。さっきも見てみます。クリームです、ね。会話がちゃんと女子や。グレーとかあるよ。うわー、やばいこれ。え、なんかガビーみたいな。あ、なんか。なんかクリーム青くない？あ、クリーム。見て、これにしたら髪の毛。桜になった。それそうか。何それ、黒白やから。それそうか。え、あ、そうな、みんな、なんかあ、こんなん、すごいいっぱいあるんやな。めっちゃ唇赤い。みんなここ通る方めっちゃ笑ってる。だって不思議やもんな、こっちに。え、やんな、これ何かしてたの。フィルムとかもある。え、なんか普通のノーマルにしちゃった。え、北海道ってあるで、北海道。あ、北海道いいやん、明るい。北海道って何？北海道って何？北海道に一時期してたで。あ、そうなん。北海道とかあんの？あるあるある。すげえ。え、これなんかさ、一昔前に流行った B612 やん。じゃあカメラ360みたい。あったね、B612。 え、リップ、やばい、これ赤い。何にしよっかな。やばい、あ、これかわいい。でもオリジナルが一番良くない？うん、ピーチかわいいよ。ピーチ、あ、かわいい。え、ピーチある？ピーチ、うん、ピーチある。ピーチにしよう。ピーチどこにある？ピーチ、あ、あと後ろらへん、まあ、ほんまや、結構右です。え、ピーチ、かわいい。どんぐらいのレベル？え、ピーチの、ピーチのピーチのなんか半分ぐらい。え、なんか美咲の変じゃない？なんか弥生と違うく見えるんだけど、なんか確かに、ピーチ？もう私はノーマルにしよう。あ、茶髪に見えるからこれにしよっかな。さかさん髪茶髪じゃねってなもう髪茶色かったら何でもいい。開演前配信で坂田と桜田が弥生ちゃんの私服の悪口言ってた。え、ちょっと、あー、なに、まあ、チクってるやん。違う、私服じゃない、私服じゃない、レッスン着、レッスン着。違う、リハの帰りよ、ね、様子がおかしいよねってだけだよ。ちょっと誰ですか言ったの。ね、聞いて聞いて、弥生はねポリシーを持ってるから。嘘でしょ。あの、ね、北県の T シャツにジャージにあのリボンのついた靴と日傘を、うん、何年経っても、うん、擦れない心。どんどんみんな面白いリガ笑いしてる。坂田初心を忘れない心。いや、初心ってどういう、別に初心もなくない、初心を忘れないこの気持ち大切。え、でもブレないよね。そうでも初期からじゃない、なんかさ、うん、割と確かに上はさ可愛い服やのに、下さ、うん、めっちゃジャージでさ、うん、で可愛い靴履いてさ、可愛い日傘とさ、うん、カバン持ってさ、小物可愛いのに服だけがジャージみたいな。じゃあ面倒くさくて着替えへん、中途半端に着替えへん。あ、そう、そう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 、上だけとか下だけとか、そうそうそう、だからやろう。だってね、
あれだもんね、ローファーとかで書いてたもんね、ジャージにローファーに何か言ってる、言ってるよ、まんま同じこと言ってる、すげえ。あったな。うん、白熊さん、なんだこれは、最高、ありがとうございます、最高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 、待って、最高最高最高、嬉しい、そう、美意識高いって言われてる、2月から日傘使う、そ う, そ, う そ, うそうなん、え、今じゃない、今え2月から日傘使うって言ってたもんねって、え、そうなの、え、あなたが、うん、え、わかんないでも日傘ずっと持ってるイメージあるかも、え、でもそんな早くないよ、うん、てか夏でも持たんもん日傘、4月とかない、痛くない、もう邪魔って思っちゃうえ、かわいい日傘持っときたいタイプってこと、うん、だってフリフリやん、確かにフリフリ、うん、夜公園入ります、あ、待ってます、本当は、いやでも紫外線対策今日もやった、ほんまにずっとした方がいいらしいね、えー、ね、本当だよ、今もだって普通にさ太陽がある時点でさ、うん、紫外線なんかさ、うん、年中出てるのにさ今はいいやってめっちゃ、でも焼けへんからな、色変わらんから今、え、分からへん、なんか別にいいやと思っちゃう、頭皮痛くなるやつ、あ、でも痛い、焼けたら、あやか前焼けて皮めっちゃむけました、頭の、頭皮の皮が、え、いやもうなんかさ最後ちょっとやばいよね、うん、ちょっとなんかボロボロになるてかマネージャーさんにふけかと思われてた、え、めっちゃ気まずかったこれと、え、どうしたのみたいな、でもふけっちゃふけじゃない、え、やめてよ、違う違う違う、頭洗ってるよ、それをふけって言うんでしょ、え、そうなの、違うの、頭皮、え、やばい、なんかさ、え、火に焼けて剥がれたやつもフケだよね、それは皮なの、違うやろ、それは皮膚じゃない、え、フケはさ、あれじゃないの、フケはまた違うかも、ね、うん、また違うんちゃう、わかんないけど、タイでね、そう、日焼けしなかったんだけど頭皮だけ焼けて、えぇ、ー、めっちゃ痛かった、タイ、え、めっちゃ可愛かった、オフショットやったー、今でも姫、こんな時期に行っちゃったら季節感わからなくなっちゃう、うん、大阪帰ってきて寒ってなったんちゃう、確かに、さっきの無料無料感で今と教えてもらった、めっちゃ嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとう、え、ちょっと聞いて、あのさ、帰ってくるやん、うん、そうなるかなって思ったら、うん、なんか全然寒くなくて、なんか涼しいなみたいな感じやって、家帰って今日寒さマシやったってお母さんに聞いたら、え、今日めっちゃ寒かった、ね、やばい、体感温度がもう、そう、自分の体がバカになっちゃう絶対風邪ひきそうやわ、うん、寒暖差でやばそう、いけた、元気めっちゃ、すげえ、なんか今年めっちゃ強いやん、え、そう、今年に入ってさ、今年強い、めっちゃ、去年ずっと体調不良しなかった、うん、なんか元気な日あんまなかった、めっちゃ、私今年ちょっと体調悪い、え、あ、じゃあ移ったんちゃう、移ったんか、薬年、薬年、まあ、この前もな、しんどかったもんな、そう、マジですぐ風邪ひく体になっちゃった、やっぱ弥生の役をね、美咲に渡したっていうこと、やめて、ほんま役年は終わったんちゃん、だって、え、でも同い年やで、同い年っていうか、あ、年数が学年同じ、あ、そうなんや、え、でもあれって万何歳とかじゃない、違う、2005年、あ、そっか、そっか、何ヶ月差ってこと、うん、そうやな、へ、そうなんや、あれはなんか平成何年、あ、もしかして辰本ですか、どっちか知らん、え、美咲も、じゃあ私が行く、ランキング読み終わるで、彩香が行く、じゃあ、え、いや、もうランキング読み終わるで別にどちらもいいよ、美咲、え、じゃあ、まあ、いいよ、やゆっくりしたいから、あ、はいはい、え、どっちが来るってこと、坂田行きます、え、いいってこと、うん、桜田行きます、じゃあ、坂田のファンはもう終わりや、そうですよ、坂田、桜田も行く、いつも可愛くしてくれる、ホッタさんです、ホッティさん、ホッティさん、ミサトちゃんです、違うけど、あれ誰、サトミちゃん、ミサト、やばい、間違えた、サトミちゃんや、サトミちゃんです、それは名前が違うから、間違えた、ネームさらされた、あー、かわいいもん、あー、やばい、ミサトちゃん、ミサトちゃん、ごめん、やばいやばいやばい、あ、15分結構、あやかもちゃん読みます、じゃあみんなでさ順番に読もう、じゃあ13位から順番に読むな、一斉にってこと、うん、一斉に、せーの、13位、なおっちさん、ありがとう、せーの、12位、ふみふみ、ありがとう、長いけど
せーの、11位まーちゃんごめんね、ありがとう。せーの、10位ヤングさん、夜声も行きます、ありがとう、待ってますね。せーの、9位佐藤くんさん、ありがとう。せーの、8位3570の503、ありがとう。せーの、7位炭酸せんべいさん、ありがとう。6位レオさん、ありがとう。5位ヨシモンさん、ありがとう。4位トノピさん、ありがとう。3位フレンドちゃん、ありがとう。せーの、2位ナオさん、ありがとう。そして1位チキンナンバさん、ありがとう。ありがとう。聞き取れましたか？聞こえましたかね？まさか聞こえん。嘘。ほんまごめんなさい。いや、あの聖徳太子になってください。こんにちは、こんにちは。今 Y2K 坂田。今。なんか Y2K 流行ってる今。今日 Y2K。今日もしおりさんも Y2K な。あれ Y2K なの？うん、Y2K なガールで。でもケイトさんもちょっと Y2K だよ。Y2K。ありがとうございました。思いつきで。ありがとう皆さん。全部日本指できる。まあいい。夜声も頑張ってね。聞こえた、ありがとう。いやでもちょっと一本出すの嫌だから。自分に持ってる方は聞こえたのかな。らしいです。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。夜声も楽しんで、ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。公演とあと夜は芸研 YouTube でスプラトゥーンの配信するのでよかったら見てください。サイドオーダーめっちゃむずいらしいので頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。